救急車に夫を乗せた後、隊員の方が私に話しかけた。奥様も同乗されますよね。どうぞこちらへ。だが私は手を横に振り答えた。いえ、同乗しません。夫は横になりながら目をぎょっとさせてこちらを見ている。お前ちょっとひどすぎないか。俺がこんな苦しんでるのに。だってあなたには不倫相手がついてるじゃない。私の名前は美穂、現在52歳の主婦。夫とは結婚して25年以上が経ち、2人の息子もすでに社会人となって家を出ている。こう聞くと結婚生活も長く続いて、子供たちも立派に育ち幸せな家庭じゃないかと思われるかもしれない。だが決してそんなことはなかった。私はこれでもかというほど夫に嫌な思いをさせられてきた。昔にはそんな言葉はなかったが、今で言う完全にモラハラに分類されると思う。例えばまだ子供たちが幼かった頃、長男と次男は2歳差で年も近く、いつも2人で楽しそうに遊んでいた。しかし休日の日中に家の中でおもちゃで遊んでいたのだが、夫が突然にうるさいと怒鳴り出したのだ。子供たちが一瞬何が起きたのかわからず目を丸くしていると、今度は外に行けと追い払うようにまた怒鳴ったのだ。私は泣きそうになる子供たちの前に立ち、夫と対峙した。ちょっと、子供がどこで遊ぼうが自由でしょ。うるさい、こっちは仕事で疲れてるんだ。目の前でガチャガチャ遊ばれると鬱陶しいんだよ。自分の子供に鬱陶しいって何。ああもう黙ってろよ。金を稼いできてるのは俺だぞ。大体お前のしつけがなってないから悪いんだ。夫はこのように何でもかんでも私のせいにしてきた。今ならさっさと別れてしまえばいいという人が多いだろうが、この頃の時代に女性が2人の子供を連れてシングルマザーとして生きるのは正直言ってかなり厳しかったと思う。それに夫の給料は良かったため、今後の子供たちの学費などを考えると、やはり離婚という選択肢はなかなか取れなかったのだ。まあそもそも結婚したのが間違いと言われればそれまでだが、夫は高学歴で高収入でそこそこ顔も良かったので、表面的な部分に引っ張られてしまい細かい分析ができなかったのだ。夫との生活で苦労したことは他にもたくさんある。夫は好き嫌いが本当に激しく、結婚当初は一体何が食べられるのってくらい作る料理がなくて困った。時間をかけて私が教育したので少しずつ食べられるものが増えて最近はマシになったが、昔はこれ無理と言って皿を箸で私の方へグググッと押し付けてくることがしょっちゅうだった。夫は全て自分が快適に過ごすことが基準で、それを脅かすものにはとても敏感。また臆病な上にすぐカッとなって切れる癖があり、大人になった長男が私にボソッと、父さんって小型犬みたいだよねと言ったことがあったが、ものすごく的を得てるなと思った。夫は何でもかんでも理屈をこねてくだらない難癖をつけるのが得意だった。自分が高学歴であることが自慢らしく、平均レベルの大学を卒業した私のことをよく見下していた。私も負けず嫌いなので、夫婦だけで暮らしていた時は夫から何か言われるたびに言い返してきたのだが、子供たちが幼い頃に目の前で喧嘩するのは悪影響だと思い、その頃は言い返さずに受け流すようにした。それでも夫の見下すような発言は止まらない。むしろ私が言いまかされていると勘違いしたのか、悦に入っているようだった。その後数年間はそのような日々が続いたのだが、子供たちが中学生や小学校の高学年になると、夫から私をかばってくれるようになった。そのため夫が私に対して暴言を吐く頻度は減っていった。またその頃から私はパートで働くようになったので、夫と顔を合わせる機会も減り、ストレスもだいぶ軽減された。それからだいたい 12、3 年くらいはそのような平和な状態が続いたのだが、いつまでも子供は家で一緒にいてくれるわけではない。長男が社会人となり、そして次男も社会人となった。二人とも就職を機に一人暮らしを始めた。子供たちは私のことを気遣って就職してからも実家に残ろうかと提案してきたが、私が断った。これ以上息子たちには負担をかけたくなかったし、何より新社会人になって自分で稼いでいろいろなことができる独身の時期に実家暮らしを強いるのはかわいそうだと思ったからだ。
もちろん夫との二人暮らしに戻ることに不安がないわけではない。それでもそろそろ自分の身は自分で守らなくてはいけない。そして子育ての終了とともに夫と二人での生活が始まったのだが、案の定夫は私を見下すような発言を繰り返した。むしろ今まで子供たちに邪魔をされて言えなかった分、昔以上に暴言を浴びせてきた。だが私も単純に負けるつもりはない。夫が私を罵倒するというのなら、その通りの対応をしてやろうじゃないか。お前の作る料理は本当にバリエーションがねえな。カップラーメンの方がまだたくさん種類あるわ。以前そんなことを言われたので、次の日にカップラーメンを全種類買い、食卓に置いておいた。夫は目を丸くしている。なんだよこれ。今日から一週間一つずつ好きな味選んで食べないよ。はあ、何言ってんだよお前。だってカップ麺の方が私の料理よりレパートリーがあるんでしょ。だから毎日違う味を楽しめばいいじゃん。お前な、俺はそういうことを言ってるんじゃないんだよ。でも私の料理はもう飽きたんでしょ。だったら作らない方がいいよね。そういうへりくつはやめろよ。へりくつをこねてる数はあなたの方が多いと思うけど。夫は顔を真っ赤にして、もういい、外で食べてくると怒り出ていった。その時夫のスマホがテーブルに置かれたままだった。私は全く気に留めていなかったのだが、不意に夫のスマホから LINE の通知音がしたので、ちょっとだけ気になって画面を見た。すると幸子という名前が表示されていて、一部だけ表示されたメッセージには、明日からの旅行についてだけどと書かれている。え、これってもしかして。その時家の鍵がガチャッと開いたので、私はすぐに台所に行って食器を洗ってるふりをした。夫はずかずかとテーブルに近づき、スマホを持って無言でまた家を出て行った。夫は不倫をしている。そんな疑惑が浮上し、私は更新所に調査を依頼。数週間後に結果が出たのだが、夫はやっぱり不倫をしていた。しかも相手はご近所さんの奥さんだった。まさかあの幸子さんだったなんて。幸子さんと旦那さんには子供はいない。最近そんなにほとんど交流がないが、家の近くで顔を合わせれば挨拶と軽く雑談はするし、子供たちが小さかった頃、私がどうしても実家に寄らなければいけなかった時に子供たちを預かってくれたこともある。だからまさか彼女と夫が不倫しているなんて想像もしていなかった。不倫の証拠をつかんだ頃、夫はちょうど出張で北海道に行っていた。まあ出張なのか不倫旅行なのかは知らないが、その後夫が帰宅したので、私はいつ離婚の話を切り出そうかと悩んでいた。そして夕食を終えた時に話をしようとした時、急に夫がうめき出した。え、どうしたの。お腹が刺すように痛い。なんだよこれ。夫は床にうずくまって苦しんでいる。救急車。ものすごい冷や汗も出ていてかなり辛そうだったので、私は救急車を呼んだ。すぐに救急隊員がやってきて夫を運ぶ。その間救急隊員が質問をする。何か心当たりはありますか。多分朝に食べた海鮮丼。食中毒かもしれないですね。病院で処置をすればすぐ治りますよ。救急隊員が夫にそう言って安心させる。救急車に夫を乗せた後、隊員の方が私に話しかけた。奥様も同乗されますよね。どうぞこちらへ。だが私は手を横に振り答えた。いえ、同乗しません。夫は横になりながら目をぎょっとさせてこちらを見ている。お前ちょっとひどすぎないか。俺がこんな苦しんでるのに。だってあなたには不倫相手がついてるじゃない。幸子さんに連絡して来てもらえばいいでしょ。すいません、どうぞ行ってください。私が救急隊員にそう言うと、隊員の方は気まずそうにしながら救急車の扉を閉めた。夫は病気からなのか不倫の事実がバレたからなのか、顔を真っ青にしたまま黙っていた。その後私は子供たちに夫が救急車で運ばれたことのついでに不倫についても話した。すると長男が、今のうちに荷物まとめて俺のうちに一旦避難しなよと言ってくれたので、お言葉に甘えさせてもらった。そして弁護士の手配とアパート探しを進めることに。夫からはこの前のことで話があるから帰ってこいと連絡が来ていたが、
後日弁護士を交えて話しましょうとだけメッセージを返して、あとは無視してやった。その後夫と会う前に幸子さんの旦那さんとコンタクトを取り、事前に不倫について教えた。幸子さんの旦那さんはひどくショックを受け、そして憤慨していた。それから旦那さんも独自でいろいろと調べたところ、幸子さんの仕事部屋のクローゼットの下に小さい収納庫があるのを発見したらしい。そしてそこを開けると、何やら学生時代の思い出の品などが入っていたそうなのだが、そこに一冊のアルバムが混ざっていたという。アルバムを開けるとそこには夫と幸子さんのツーショット写真が大量に入っており、丁寧に日付も記載されていたとのこと。そして驚いたことに、その写真の中で一番古いものは12年前だったそうだ。つまり2人はそれくらい前から不倫関係にあったということだ。旦那さんも私も怒りを通り越して呆れてしまった。というより、今まで不倫を隠し通せたことが純粋にすごいと思ってしまった。だがバレた時の反動は大きい。長期にわたる不倫のせいで、幸子さんと夫が支払わなければならない慰謝料の額は上がった。私も旦那さんも夫と幸子さんに離婚を要求し、慰謝料も請求。私は子供たちの助言により、数年前からモラハラ発言の数々を録音していたので、それが証拠となり、モラハラに関する慰謝料も請求することができた。結果的に私は幸子さんから500万、夫から800万の慰謝料を支払ってもらうことができた。また財産分与として家の評価額の半分を支払ってもらえることになり、慰謝料と財産分与を合わせると3000万も支払ってもらえることに。ちなみに夫は幸子さんの旦那さんからも500万を請求され、合計1300万も支払うことになった。つまり夫は今回の不倫のせいで4300万も一気に失うことになったのだ。夫は当然逆切れしていたが、数々の証拠のせいで結果を覆すことができず、最終的には諦めて絶望していた。また夫は外面だけは良くて、会社では愛妻家で通していたらしく、今回のことが職場でバレたことにより一気に信用を失ったそうだ。結果的に夫はお金も信用も全て失い、息子たちからも縁を切られ、孤独な状態となったようだ。しかも幸子さんも夫も慰謝料により多額の借金を背負ったため、二人とも付き合う余裕すらなく支払いに追われる毎日らしい。本当にざまあ見ろって感じだ。一方私は3000万も手に入ったおかげで老後の心配がほとんどなくなった。今は質素な生活を心がけながらパートで稼ぎ、ストレスのない状態で一人暮らしをしている。息子たちとも定期的に会っており、今度長男は結婚する予定だ。これからも長生きしながら息子たちが新しい家庭を築いていくのを見守っていきたいと思う。え？何しに来たの？突然私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。はあ？この人は一体何を言ってるんだろうか。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。私の名前はユキ、28歳の会社員だ。大学を卒業してから就職した会社で一生懸命働き、それなりに結果も残してきた。私には仕事をする生活がとても合っているようで、自分でも働いている時が生き生きしている感覚がある。だがそんな中、私のそんな価値観を変える出来事が起きた。それは後に夫となるコウタとの出会いだ。彼との出会いは仕事関係だった。私が働く会社の取引先で働いていた彼。彼はとても穏やかで優しくて包み込むような空気感をまとっていた。いつもキビキビと働いていた私にとっては、彼のようにいわゆるマイペースのような感じでのびのびとしているのは新鮮だった。それでいて仕事はちゃんとできているので、私は彼にどんどん惹かれていった。その後一緒に仕事をしていくうちに、お互いの距離が縮んでいき、彼からデートに誘われて私たちは交際が始まった。
それから1年ほど順調に交際を進めて、彼からなんとプロポーズをされて結婚することに。私はすっかり彼のことが大好きになっていたので、プロポーズは2つ返事で承諾。お互いの両親にも挨拶を済ませて結婚式を挙げた。そして新婚旅行にも行き、一緒に住み始めて新婚生活を始めた。新婚生活を始めた時は共働きだったので、お互いに支え合いながら家事を分担して生活をしていた。夫は大学から一人暮らしをしていたようで、ある程度料理が作れる。だから毎日の晩ご飯も分担することができて本当に助かっている。そのおかげで仕事にも集中できるし、私はとても優しくていい人と結婚できたなと思っていた。そんな中、私は妊娠をした。子供ができたことはとても嬉しかったが、私はもう少し仕事を頑張りたいと思っていた。だから産休と育休を取って、一旦は子育てに集中しながらも会社に復帰することを計画していた。夫もそれに同意をしてくれて、私は子育てに専念することに。そして無事に子供が生まれた。元気な女の子だ。私と夫はこの子にリナという名前をつけた。子供の誕生を夫はとても喜んでくれて、私や夫の両親も孫の誕生を大いに喜んだ。それからというもの、義両親は次はいつ来るんだいと頻繁に私や夫に連絡をしてくるようになった。義両親に対しては特に悪いイメージは持っていなかったが、こう何度も連絡が来ると少し嫌になってくるものだ。そんな中、夫がこのような提案をしてきた。育休中は俺の実家に一旦住むのはどう？え？こうやっていちいち予定を確認して実家に出向くのって大変じゃん。それに子育てや家事の手伝いだって俺の親に頼めるしさ。なるほど、確かに。私たちはその時賃貸マンションに暮らしていた。だから引っ越しをするのは簡単だ。育休が終わる1年間くらいだけ既実家に住めば、孫と触れ合わせることもできるし、夫も親孝行ができるだろう。私はそのアイデアに賛成することにした。夫が早速義両親に話すと、義両親はとても嬉しそうに同居生活を承諾したらしい。そして私たちは引っ越しの準備をして既実家へと移り住んだ。お母さん、お父さん、今日からよろしくお願いします。私がそう言うと、義両親は笑顔でよろしくねと返してくれた。その後、義両親はすぐに娘を抱きかかえて嬉しそうに話しかけていた。ああ、リナちゃん可愛いわね。ジジとバーバとこれからたくさん遊ぼうな。娘もキャッキャと嬉しそうにしているし、義両親も優しいし、これなら平和に楽しく過ごせそうだ。だがそう思えたのはこの日だけだった。翌日、私はいきなり義母に叩き起こされた。ちょっとユキさん、あなたいつまで寝てるのよ。そう言われて慌ててスマホの時計を見ると、なんとまだ朝の5時半だった。あの、お母さんどうしたんですか？どうしたって何よ。あんたは嫁なんだから、家族全員分の朝食を作る義務があるのよ。コウタとお父さんのお弁当を作らなきゃいけないんだからね。私は絶句した。いきなりそんなことを言われるとは思わなかった。夫は同居する前に家事や子育てを義両親に手伝ってもらえると言っていた。もちろん私だって主婦としてちゃんと家事はやろうとは思ってはいたが、夫と二人で暮らしている時よりも負担が増えるとは思ってもみなかった。私はかなり眠い状態で台所へ。娘の夜泣きがまだひどかったので、やっと眠りにつけたのは2時だった。それなのに朝5時半に起きなければいけないのは本当に辛い。そんな状態だから体の動きだって重い。だが義母はそんな私を気遣うことなんてなく、あれこれと文句を言ってきた。どうしてそんなにタラタラしてるのよ。遅いわよ。もっとテキパキ動け。ああ、もう本当にとろくてイライラするわ。今までの義母とは思えないほどその顔は怖くて、そしてぶつけてくる言葉は理不尽だった。実際私は義実家の台所を使って料理をするのは初めてだから、何がどこにあるのかさえもわからない。それなのにそんな風に責められるのは正直言って納得がいかない。
すると私がそのように思っているのを察したのか、義母はまたも怒り出した。なんだいその目は。あんた嫁のくせに姑に逆らうっていうのかい。いえ、そういうわけでは。ただ私はまだこの台所の物の置き場も分かっていませんし、それにリナの夜泣きがひどくて睡眠時間は3時間ほどなので、その点をもう少し考慮してほしいです。私はできる限り丁寧に下手に出ながら義母に自分の意思を主張した。だが義母は鼻で笑い、まったく初日からこれじゃ先が思いやられるよと言った。そんなことを言ってサボろうとするなんて性格の悪い女だよ。中途半端に社会人をやってる女は中途半端に弁が立つようだけど、私には聞かないよ。あんたはこの家の嫁であって、夫の家族の言うことは全部聞かないといけないんだ。それを肝に銘じときな。義母はそう言って私に料理の仕上げと弁当作りを指示した。そして自分はソファーに寝転がり、コーヒーを飲みながらテレビを見ていた。ほどなくして夫と義父が起きてきて食卓に座る。すると義母もソファーから起きてきて一緒に食卓に座った。そして義母はあろうことか、私がいかに使えなかっただとか料理が下手だとかを、私が目の前にいるのに義父と夫に話し出したのだ。それを聞いた義父は、それはいかんな、ちゃんと嫁として教育をしなければと言った。義母の言葉を鵜呑みにし、しかもそんな発言をする義父にも私はがっかりした。最初は義両親はどちらも笑顔で私を出迎えてくれたし、優しかったので義父は私の味方になってくれるかもしれないと期待をしていたのだ。義母は姑だし、夫は一人息子だから私に取られたと思って意地悪をしたくなったのだろうと思っていた。だが義父も私に対して冷たい態度を取り始めたことで、義両親は私を敵とみなしているとはっきりと分かった。しかしまだ娘が生まれたばかりだし、私もまだ夫のことが好きだったので離婚までは考えていなかった。それに夫は、ユキはちゃんと家事をやっていたよと私の味方になってくれていた。夫が私の味方なら何とかやっていけるだろう。それに育休中だけの期間限定の同居だし、少し我慢していれば問題ないだろうと思うことにした。だがそれが甘かった。義両親の私への嫁いびりはさらにひどくなっていったのだ。ちょっとユキさん、早く頼んだ洋菓子を買ってきなさいよ。おい、俺が頼んでた庭の草むしりはまだ終わってないのか。本当に使えない嫁ね。本当に使えない嫁だ。義両親は同時に無理難題を押し付けて私を罵倒してきた。私は救いを求めて夫の方を見る。夫は、おいおい、あまりユキをこき使わないでくれよと言ったが、それだけ言うともう自分は関係がないといった感じでソファーに寝転がっていた。私はもっと強く言ってくれよと夫に思ったが、夫はもうこちらを見向きもしない。義両親は夫が気休めの注意をしたくらいでは私への嫁いびりをやめることはない。その後も私を奴隷のように扱っては心ない言葉を浴びせてきた。お前みたいなポンコツ女の遺伝子が孫に入ってると思うと残念だよ。コウタの遺伝子が強く入ってほしいものだ。いっそのこと孫だけ置いて出て行ってくれればいいのにね。そんなことを平然と言ってのける義両親に私はもう限界だった。どうしてこんな風に私自身を否定されなければいけないのだろうか。私はさすがにひどすぎると思い夫に相談をした。ねえ、お母さんたちの私への態度どうにかならない？あなたからもっと強く言ってよ。だが私がそのように言うと、夫はとても嫌そうな顔をした。俺はちゃんとやってるだろ。それ以上は自分で何とかしろよな。大体お前家での家事をサボってるって聞いたぞ。え？ご近所さんからもズボラでだらしない嫁を持って大変ねなんて言われたんだからな。ちょっと待ってよ、どうしてご近所さんがそんなことを言うの？知らないよ、母さんと仲がいいから自然と嫁の話になるんじゃないのか。とりあえずあんまり俺に恥をかかせるようなことはするなよ。そんなあなたまで私が悪いっていうの？そうじゃないけど、お前がちゃんとしてれば母さんたちは文句言わないだろう。私は夫がそんなことを言い出したのでショックを受けてしまった。もう無理よ、どんなに頑張ったってお母さんたちは私を認めてはくれないわ。また私たちだけで暮らしましょうよ。
もう半年以上も同居してるし、孫ともたくさん触れ合えて満足でしょ。私がそう言うと夫はそれはダメだと言った。どうしてよ。母さんたちには1年間一緒に同居するって言ってるんだ。それを今家から出て行ったら約束と違うだろう。母さんたちを悲しませることはしたくない。そんな、じゃあ残りの数ヶ月間をこの家で過ごしたらすぐに出て行くって約束してくれる？分かった、約束するよ。夫がそのように言ってくれたので、私はそれならばと頑張って耐えることにした。そして地獄の5ヶ月間をなんとか乗り越えて約束の1年が経った。私はすぐに夫に引っ越そうと言った。この日のために賃貸マンションの内覧にもこっそり行って部屋をいろいろと見ていた。すぐに引っ越すことはできるから。私は不動産屋でもらった資料を夫に見せた。すると夫は頭をポリポリとかきながら驚きの発言をした。なんかさ、母さんたちがこのままずっと同居すればって言ってるんだよね。はあ？だから引っ越さずにこのままここで暮らそうよ。ちょっと何言ってるの。私と約束したでしょ、1年を過ぎたらここを出ていくって。約束を破るなんて信じられないわ。私がそのように夫を責めると、夫は逆ギレをした。うるせえな、お前は俺の実家に嫁いできたんだから夫である俺の言うことを聞け。急に顔を真っ赤にさせて怒鳴る夫に私はびっくりしてしまった。そしてそれと同時に夫への愛が一瞬にして冷めた。分かったわ、じゃあ離婚しましょう。はあ？離婚？お前本気で言ってるのかよ。夫はさらに大きな声を出した。その声は今にいる義両親にも聞こえたようで、慌てて私たちの部屋にやってきた。ちょっとどうしたのよ、リナが起きて泣いちゃったじゃない。コータの怒鳴り声が聞こえてきたが、まさかこの女が何か面倒なことを言ったのか。この女って。本当に義両親の私への態度には腹が立つ。そして夫も完全に義両親側についていた。そうなんだよ、この女ここから一刻も早く出たいって言って聞かなくてさ、挙句の果てには離婚だなんて言ってるんだよ。夫がそう言うと義両親も顔を真っ赤にして怒り出した。嫁の分際で生意気な。本当に最低な女だね。こうた、あんた離婚しちゃいなよ。この女が勝手に言い出したことなんだから、この女だけ追い出してリナは私たちが引き取れば家族みんな幸せになれるよ。義母がそう言うと夫も納得したような顔を見せた。確かにそうだな、俺はやましいことなんて何もしてないし、離婚を拒んでもこいつの方から無理やり別れたいと言ってきたんだもんな。いいだろう、別れてやるよ。早く離婚届持ってこいよ。夫は勝ち誇った顔でそのように言った。私は夫にそう言われ身支度をして外に出た。そして離婚届を持ってきて義実家へと戻ってきた。ああ、来たか。ああ、誰だよその男。義実家の人たちはいぶかしげに私の隣に立つスーツ姿の男性を見てそう言った。私が以前から相談していた弁護士の方よ。もしかしたらこういう展開になるかもしれないと思って前もって準備していたのよ。私が弁護士だと言って相談すると義実家の人たちはたじろいだ。なんで弁護士を。私がただ黙ってやられっぱなしでいるわけないじゃない。今までお母さんやお父さんから言われてきた心ない言葉の数々や嫁いびりの内容についてボイスレコーダーで録音をしたり、ネットのブログに書いたりして記録として残しておいたのよ。そしてそれについて夫に相談していることなどもちゃんと記録と証拠を残したわ。これをもって弁護士に相談したら、あなたの有責で離婚をすることができるって言われたの。だから私はあなたと離婚し、リナを引き取って今まで精神的苦痛を与えられたことへの慰謝料と養育費を請求するわ。私がそのように言うと義実家の人たちは顔を青くした。まさか私がこのような準備をしているとは思っていなかったようだ。夫も自分が追い込まれていることを理解したようだ。ちょっと待ってくれよ。わかった。俺が悪かったから、この家を出てリナと俺たちの家族3人で幸せに暮らそう。ユキの言う通りにするから。手のひら返しでそのように言ってきたが、もう時すでに遅しだ。家族3人はあなたとあなたのご両親の3人よ。最低な大人3人で仲良く幸せに暮らせばいいじゃない。
これ以上リナをここに置いたらあなたたちに影響されて性格が悪くなってしまうわ。嫁いびりをするような親とそれを助長する息子とはもう一緒にいられないのよ。さっさと離婚届にサインをしてちょうだい。私が毅然とした態度でそう言ったので夫はたじろいでいた。だが弁護士がもし拒むようでしたら裁判になりますと言うと、おとなしく従って離婚届にサインをした。そして私は無事にリナの親権を得ることができ、義実家からも逃れることができた。元夫は今回の件で慰謝料と養育費を支払うことになった。だが私の復讐はこれだけでは終わらない。私が残してきたたくさんの記録は噂好きのご近所さんや元夫の上司にも聞かせた。その結果、あっという間に義実家の人たちのありえない言動はいろんなコミュニティで広まっていき、元義実家の人たちはご近所の人から避けられるようになった。そして元夫は職場の人たちからも冷たい目で見られるようになり、肩身の狭い思いをしながら働いて慰謝料と養育費を払っているようだ。それからあっという間に時は過ぎて、元夫と離婚をしてから5年が経った。するとある日、驚きの人物が私の実家にやってきたのだ。え？何しに来たの？突然私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。離婚してから娘との面会も拒否していたので一回も会っていなかった。それなのにどうして今急に現れたのだろうか。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。はあ？この人は一体何を言ってるんだろうか。困るってどういうこと？そうすれば俺はもう少し猶予期間を与えてもらえるんだ。一体何の話？実は夫はかなり切羽詰まった様子で離婚してからのことを話し始めた。あの後義両親はずっと私をこき使って家事をやらせていた癖が取れず、自分たちで家事をやるのが億劫になってしまったらしい。その結果家政婦を雇って生活をしていたそうだ。しかし義実家は一般家庭であって家政婦なんて雇い続ける余裕はない。それなのに義実家の人たちは一回身についた贅沢な生活をやめることができず、借金をしてまで家政婦を雇ったそうだ。そして元夫は職場では女性社員たちから避けられ、出会いもない状況で悶々としてしまい、家政婦に手を出そうとしてしまい通報されて逮捕されてしまったそうだ。そのせいで会社をクビになり、仕事も決まらずずっと無職の状態になってしまったらしい。だが借金はどんどんと膨れ上がり、義実家全員で夜逃げをしようと決めたそうだ。しかし夜中に運転した義父が山道でハンドルを誤って切ってしまい、車は思いっきりスリップして一回転したらしい。結果的に義両親は亡くなってしまい、元夫だけが生き残ってしまったそうだ。元夫は多額の借金を抱えたまま、治療費もさらに上乗せされ、借金取りに居場所がバレてしまい絶体絶命なんだとか。それでちゃんと稼いでいる元妻と復縁をするから義両親の葬儀の時に金を支払わせると借金取りに行ったらしい。だがそんなこと私には関係がないし協力する義理もない。頼むよ、俺にはもうユキしかいないんだ。また夫婦に戻って愛し合いながらリナを育てていこう。土下座をしながらそのように言ってくる元夫。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。いい加減にして。あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。借金だってあんたたちの自業自得でしょ。私が警察を呼ぶ前にさっさとここから立ち去って。警察というワードを出すと、元夫は慌てた様子でその場から立ち去っていった。それから元夫の元職場の人から聞いたが、元夫は義両親の葬儀の後に行方不明となったらしい。どこに行ったのかは知らないが、まあ全ては自業自得なので同情はしない。私はとてもいい子で可愛い娘を大事に育てながら仕事も頑張って自分の人生を充実させていこうと思う。本当に最低な義実家の人たちでしたね。主さんはこんな家族と縁が切れて本当に良かったと思います。可愛い娘さんとの生活を楽しみながらも、まだお若いので新しい出会いにも期待しながら日々を幸せに過ごしてくださいね。おい、
俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。納得ができないならこの家からさっさと出ていけ。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私の名前は遥か、27歳の専業主婦だ。夫の隆とは結婚して2年が経つ。私と夫の出会いは仕事関係で、私は会社の受付の仕事をしていた。夫は取引先の営業担当で、よく彼は商談や打ち合わせをしに私がいる会社に来ていた。それでお互いに顔を知っていたので、たまたまバーで見かけた時に向こうも私に気づいて、そこから一緒に飲んで仲良くなったのだ。それからは会社であっても雑談を軽くするようになり、連絡先も交換していたので、休みの日にデートに行くようになった。そして数回ほどデートを重ねた後、彼から告白をされて私たちは付き合うことに。その後、順調に交際を進めて、彼にプロポーズをされて結婚することになったのだ。夫は私よりも3歳年が上で、頼れる大人な男性という感じだった。私は年上が好きで、包容力がある男性が好きだったので、男らしく引っ張っていってくれるところに惹かれていたのだと思う。私は彼と結婚することになり、本当に嬉しかった。大好きな人とずっと一緒にいられるなんて夢のようだったからだ。彼は結婚したら家庭を支えてほしいと言ったので、私は仕事を辞めて専業主婦となった。それからというもの、私は夫のことを支えるために一生懸命に家事を頑張った。毎日部屋を掃除機をかけて拭き掃除もしてピカピカにし、洗濯も風呂掃除もトイレ掃除も時間をかけて汚れを落とした。料理だって晩ご飯は私が1ヶ月毎日メニューを変えて、栄養がありボリュームもある食事を出していた。そしてお弁当も毎日早くに起きてしっかりと作っている。夫は私がそのように一生懸命に家事を頑張っている姿を見て満足そうにしていた。私が頑張ることで夫の支えになっている。そう思うと力が湧いてきて、また家事を頑張ろうと思えるのだ。結婚してから1年ほどはこんな感じで家事を頑張り、夫とも良好な関係を築けていた。だから夫の本性になかなか気づけなかったのだ。きっと私自身、最初は専業主婦として完璧に家事をこなそうと意識を高く持って頑張っていたことも大きかったと思う。しかし夫に対して不信感を少しずつ抱くような出来事が、結婚して2年目に入ってから起こり始めた。それは私がある日熱を出してしまった日のこと。めったに風邪をひかない私だったが、その時は珍しく風邪をひいてしまい、高熱が出てしまったのだ。私は急いで病院に行き、薬をもらってきたのだが、なかなか熱は下がらず、そして体調もかなり悪かった。だから私は夫に LINE で、高熱が出て晩ご飯を作る元気がないので、外で食べてくるか自分で用意してほしいと送った。私はそのまますっと眠りについた。そして数時間後に目が覚めると、時刻は20時を過ぎていた。夫は帰ってるのかなと思い寝室を出たのだが、今は暗いままだった。まだ仕事をしているのかと思い、一応 LINE を見たが、私のメッセージの既読はついている。了承してくれたってことなのかな。私は夫が仕事が忙しくて返事ができなかっただけで、私のお願いは承諾したと考えることにした。そして少し体力が回復したので、私は自分の分のお粥を作ることに。すると家の鍵が開く音がした。夫が帰ってきたのだと思い、私は玄関へと向かう。あ、お帰りなさい。残業ではなかったのね。私がそのように話しかけたのだが、夫は機嫌が悪そうだ。なんだよ、元気じゃないか。え？夫はそう言って、ただいまも言わずに家の中へと入った。私は夫の後に続いて今に行ったのだが、そこで夫は振り返り、私を睨んだ。おい、何作ってんだよ。え？
俺の分は作れないとか言っておいて、自分の分だけは作るっていうのが。あ、いや、これはお粥だよ。私やっと調子が少し回復したから何か食べておこうと思って。夫が初めて見せる怖い表情にビビりながらも、私は頑張って説明をした。だが夫は私を許してはくれなかった。お前はそうやって俺のことを下に見てるんだろう。そんな、下になんて見てないわよ。 LINE を送った時は40度を超えるほどの熱で本当に大変だったんだから。このままじゃ料理を作るのは大変だったから、あらかじめメッセージを送っておいたのよ。言い訳なんてしなくていいんだよ。俺の分を作るのをサボったことには変わりないんだからね。それにそうやって口答えする気力があるなら今すぐ料理を作れ。私は唖然としてしまった。まさかあの優しい夫がこんなことを言うなんて。私は動揺してしまい、言われるがままに夫の食事を準備した。体調が本調子じゃないので、作っている間は本当に具合が悪かった。せっかく寝て体力が回復してきたというのに、これじゃあまた午前中の高熱の時と同じ状況じゃないか。私は何とか料理を作り終えて夫の前に出した。夫は仏頂面で黙々と食事を進めていく。それなら私は少し横になっていようと、ソファーに寝転がりに行こうと食卓から立ち上がった。すると夫は、おい、どこに行くんだよと私を呼び止めた。ソファーで少し横になっていようかなって思ったの。私がそう言うと、夫は箸を置きため息をついた。お前は全く嫁としての態度がなってないな。最初の1年目は奇跡、それともだんだんとお前自身に気の緩みが出てきたっていうのか。何のこと。嫁なら普通は旦那が食べ終わるまで向かい合って座って待つものだろうが。まったく、お前は本当にダメな嫁だな。ここまでの会話などを見てわかると思うが、夫は明らかに亭主関白だ。最近は特にその亭主関白ぶりがひどい。私は夫がどんなに帰りが遅くなっても夫のことを待っていなくてはいけない。夫は残業があると帰りが22時や23時を過ぎることがある。そんな時間まで食べることができずに待たなきゃいけないのはかなり辛い。しかし先に食事を済ませると、夫は今までにないレベルで怒り出すから、私は空腹を我慢しながら夫の帰りを待たなきゃいけない。毎日腹を空かせた状態で待たなければいけないのだ。しかも夫は以前よりも私に厳しくなった。ああ、魚はおとといも食べただろう。甘いが出てるんじゃないか。毎日メニューを変えるだけじゃなく、ジャンルも変えろよな。和食が続くのは許さないぞ。正直こんな風にいろいろと要望を出されると参ってしまう。私は別にあなたの家政婦になったわけではないのに。夫の理不尽な要求には頭を悩ませた。それでも私は頑張って家事をしないと。せっかく愛した人と結婚をしたのだから。この時の私はまだ精神的に未熟だったというか、視野が狭かったと思う。夫と別れてしまったら、私は無職のバツイチの26歳の女になって、人生で絶望を味わうしかなくなると思い込んでいた。だから理不尽だと思いながらも耐えるという選択肢しかなかったのだ。その間にも夫は私にいろいろとひどい言葉をぶつけてきた。本当にお前は使えないダメな嫁だよな。俺じゃなかったらお前は結婚なんてできなかっただろうな。結婚してやったんだから、もっと嫁としてちゃんとしろ。どうしてこんなことを言われなければいけないのだろうか。夫の心ない言葉の連続に私はかなり精神的に追い込まれていた。そして夫は行き過ぎた亭主関白によって私をものすごく困らせていたことがある。それは私が外出することを許可制にしていたことだ。私は夫に許可を得ないとスーパーに買い物にさえ行けなくなったのだ。お前は目を離すとすぐに俺の金を無駄遣いするからな。夫はある日そんなことを言った。きっと私がご近所さんとお茶会をした時のことを言っているのだろう。だがあれは本当に安く済んだし、別にお茶会に頻繁に出ることなんてない。それでも夫からすると気に入らなかったようだ。というのも、夫は私と二人で外を歩いていた時に、私がご近所さんの奥さんとばったり出会い、奥さんが、この間のケーキがあるカフェ、よかったわ、教えてくれてありがとうと言ってくれたことを覚えているのだ。
どうせ俺に隠れて高級ホテルのランチバイキングとかしてるんだろう。私はそんなことはしていないと主張したが、夫は全く信じてくれなかった。だから許可制にして私が外出をしていいか聞かなければいけなくなってしまったのだ。それからは私は夫を刺激しないように外出許可を求めていたのだが、夫はほとんどの私の許可申請を却下した。許可が下りるのはいつもスーパーへの買い物だけ。休日でのスーパーの買い物は私にとってのその瞬間が至福の時なのだが、なんと最近は毎回夫がついてくるのだ。人手が多い方がいいだろう。俺って本当に優しい旦那だな。なあ、そうだろう。夫の発言はもはや脅迫でしかなかった。私は一刻も早くこの夫から抜け出したいと思うようになった。そんな時だった。私の元に母から電話が。一体何だろうか。私は慌てた様子で電話に出る。すると母はひどく焦った様子で、お父さんがと何やらとても動揺している。どうやら父が倒れてしまったらしい。私はすぐにタクシーに乗り込んで病院へと向かった。私と母が病室に到着すると父は眠っているところだった。医師の話によると脳梗塞だそうだ。今回は発見が早かったから助かったらしく、倒れたまましばらく放置されていたら、もしかしたら命が危なかったかもしれなかったらしい。私も母もヒヤッとはしたが、とりあえず父が無事だということに一安心した。だが私は一つ大事なことを忘れていた。私は夫からの許可を得ずに外出していた。いや、でも今回ばかりは緊急事態だし、おそらく夫も理解を示してくれるだろう。私はそう思ったのだが、どうやら夫はそこまでできた大人じゃなかったようだ。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。さすがの理不尽さに私もつい反抗してしまう。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。夫は私が言い返したことに一瞬たじろいだが、すぐに顔を真っ赤にして言い返してきた。うるさい、お前は俺の指示に従うのが仕事だ。そして夫は驚きの発言をしだした。納得ができないならこの家からさっさと出ていけ。この時私の中で何かが切れる音がした。もうこんな男と結婚生活を続けることなんてできやしない。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私は冷たくそう言って荷物をまとめ始めた。はあ、ここまで言っても反抗してくるとは本当に頭が悪い女だな。お前の代わりなんてどこにでもいるんだよ。そう言って夫は私が家を出るまでずっと罵声を浴びせてきた。私は何とか無視をしてその場から立ち去り実家へ。母は私が大きな荷物を持っていたことにびっくりしていたが、事情を聞いてそんな人とはもう別れた方がいいと言ってくれた。私はこのまま離婚になってもいいと思いながら実家で暮らし始めた。すると実家に引っ越してから1ヶ月ほどが経ってから、夫は鬼のように私に連絡をしてきた。ああ、いつになったら帰ってくるんだ。このままじゃ部屋がゴミだらけで、俺はここで寝泊まりができなくなりそうだ。じゃあ自分でゴミをまとめて捨てに行けばいいじゃない。それが俺がゴミを捨てていたら管理人さんに思い切り注意されたんだ。曜日をちゃんと守って捨てろって。何曜日が何のゴミの日なのかわからないからどうしようもなくて、気づいたらゴミだらけになってしまったんだ。しかもトイレも風呂も臭くて異臭がすごいんだよな。頼むよはるか、早く帰ってきてくれ。それは無理よ。なんでだよ。どうして私があなたが貯めたゴミを捨てたり、あなたが汚したものをきれいにしなきゃいけないの。それは嫁なんだから当然だろう。それよそれ。ああ、あなたは家のことは嫁が全部やることが当たり前だって思ってるでしょう。そして嫁は夫の言いなりで夫には逆らえない存在だと思っているんでしょう。私はもうそんなあなたの態度にうんざりしてるの。今みたいにこんな状況になっても根本が変わる様子はないから、あなたとはもう一緒に暮らせないわ。何が言いたいんだ。離婚してください。え、離婚、
そんな、考え直せよ。俺は離婚なんてしないからな。夫はまさか離婚を切り出されると思っていなかったようで、何度もそうやって抵抗してきた。だが私には切り札があった。あなたがそうやって拒んでも私は離婚を進めることができるのよ。どういうことだ。私、ある時からあなたのモラハラ発言をずっと録音していたのよ。これをもって弁護士に相談したら、夫有責で離婚できるって言われたわ。だから弁護士を通して離婚を要求し、慰謝料も請求するから。そんな、待ってくれよ。許してくれよ。夫はそう言って懇願してきたが、私は許すことはせずに、あとは弁護士とやり取りしてとだけ伝えて電話を切った。その後、私はなんとか夫と離婚することができ、無事に慰謝料も支払ってもらえた。今は実家で暮らしながら、おばが紹介してくれた事務の仕事をしている。一方、元夫はというと、モラハラが原因で奥さんに逃げられたということが職場に知れ渡ったそうで、肩身の狭い思いをしているらしい。さらには、相変わらず部屋は汚くて荒れ放題だそうで、つい最近、住んでいる部屋を管理会社から追い出されたそうだ。自分では家のことは全くできないのに、よくままあれだけ威張れたものだなと呆れてしまう。ま、もう私には関係のないことなのでどうでもいいが。今回は散々な目にあったが、これも人生経験の一つとして男を見る目を養うことができたと前向きに捉えることにした。とりあえずは目の前の仕事に一生懸命に取り組み、両親との時間を大切にしながら過ごしていこうと思う。亭主関白って結局モラハラですよね。この夫については本当に最低というか、普通は嫁さんの親が倒れたって聞いたら心配しますよね。それなのに嫁を怒鳴りつけるなんて人としてありえません。こんな夫と縁を切って正解だと思います。主さんは今度こそは素敵な男性と出会えるといいですね。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っています。この身の程知らずの小娘が。俺はもう我慢の限界だった。拳を握りしめて立ち上がろうとしたその時、京子さんはふふふと笑った。いきなり彼女が笑い出したので、宮田社長もいぶかしげな顔で京子さんを見ている。すると京子さんは宮田社長の目を見てこう言った。身の程知らずはあなたでは。俺の名前は山本雅也、35歳の会社員だ。現在俺は一般企業で営業担当として勤めている。うちの会社は小さいながら有名企業と取引をしているので、それなりに業績はいい。この会社に就職した時は本当に仕事ができなくて、俺は先輩や上司たちにいつも迷惑をかけていた。だがそんな俺もこの会社で働き始めてもう17年が経つ。今ではすっかりベテラン社員だ。俺は高校を卒業してからすぐこの会社で働かせてもらうようになった。できれば大学には行きたかったのだが、そんなことを言っていられない状況になってしまったのだ。それは父が働いていた会社が倒産してしまったということ。俺が高校2年生の時のことだ。いきなり父の仕事がなくなり、俺の家は一気に家計が苦しくなった。しかも母はもともと病弱で病院通いをしていたので働きに出ることができない。さらには病院代も容赦なくかかってしまう。その頃は世間的にもかなり不況で、父はなかなか再就職ができなかった。とりあえずはフリーターとしてアルバイトをしながら就活をしていたが、生活はどんどん苦しくなっていく一方だった。そこで俺は少しでも家計を支えたいと思い、高校を卒業するのと同時に働くことにしたのだ。両親は反対したが、それでも俺は親がこれ以上苦しむ姿を見たくなかった。それでたくさんの企業に履歴書を送って就活を始めたのだ。そしていっぱい落ちた中でやっと採用してもらえたのが今の会社だった。俺は採用してもらった恩に報いるため一生懸命に働いた。最初は簡単な事務の仕事を任された。だが18歳の俺にはそれだけでもなかなかうまくいかない。いわゆるおつぼねさん的な存在のおばちゃんに何度も注意されながら、俺は必死に事務仕事を覚えた。
そして数年後に営業部に配属された。そこでも容量の悪い俺はたくさんの先輩や上司たちに怒られながらも仕事を覚えていった。17年も経つと俺を育ててくれた人たちももう転職をしていたり役員になっていたり、女性の場合は子育てに専念するために退職していたりと、会社で働く人たちも変わっていっていた。そして今年も新しく新入社員が入り、会社に新しい風が吹きそうな予感がした。今年の新入社員は3人いて、女性が1人いた。中田京子です。今日からよろしくお願いします。京子さんは見た限りかなり若そうだった。なんていうかまだ高校生くらいな感じ。ただの童顔というだけなのかな。男の俺でもわかるほど化粧をほとんどしてなくて、そして大きな丸口メガネをかけていた。もしかしたら化粧をしていないから子供っぽく見えるのかもしれない。いや、そんなことを気にする必要はないだろう。仕事がちゃんとできるかどうかが大事なんだから。京子さんは最初はいろんな課を少しずつ回って会社の全部署の仕事を一通り覚えることになっている。俺たち営業部での研修は最後だ。それからは俺はいつも通り仕事をしていた。だがある日、部長からとある取引先への営業を命じられた。マサヤ、宮田電機との商談を任せていいか。え、はい。俺は一気に気分が重くなった。宮田電機との商談は必ず社長自らが行う。だが俺は過去に苦い経験をしたことがある。それはちょうど10年ほど前のこと。俺は営業課に所属されたばかりだった。何度か先輩の後をついて営業の仕事を覚えて、それで初めて独り立ちして自分だけで営業に回れるようになった時に行ったのが宮田電機だった。宮田電機の歴史は長く、今の社長は3代目だ。だが親族経営らしいというか、あまり能力がないのに社長の座を継いでいるという感じで、営業に行った時の対応もかなりひどかった。俺が初めて営業に行った時のやり取りも相当ひどく、俺の苦い思い出の一つだ。はじめまして、山本雅也と申します。今日はよろしくお願いします。どうも。君若そうだね。いくつなの？25歳です。25歳って入社して3年目じゃないか。そんなひよっこをよこしてくるなんて、お宅の会社は俺のことなめてんの？え、いや、そんなことはありません。それに私は高校を卒業してからこの会社に勤めておりますので、入社してから7年は経っております。俺は信頼に値するとアピールしたくてそのような発言をしたのだが、それが逆効果になってしまった。はあ、お前高卒なのか？え、はい。ふざけるな、高卒なんぞよこしやがって。どういうつもりだ、貴様の会社は。え、宮田社長は自身が有名な大学を出ているらしく、高卒などの低学歴の人を見下していた。まったく、ただの若造で高卒なんて何も仕事ができないに決まってるだろ。そんなことを言わずにお話だけでも。もういい、今日は帰ってくれ。宮田社長はそう言って俺を追い返したのだ。そんな苦い経験があるので、俺は宮田電機に行くのは気が重かった。そしてなんと今回は京子さんを連れて行ってくれと俺たちの会社の社長から言われてしまった。どうして入社したばかりの、しかもまだ研修中の彼女をなぜ連れて行かなければいけないのか。だが社長命令に背くわけにはいかない。俺は気合を入れて彼女を連れて宮田電機へ。山本さん、今日はよろしくお願いします。うん、中田さんよろしくね。あれ、何か心配事でもあるんですか？え、どうして？いえ、元気がなさそうだったので。ああ、ごめん。実は宮田電機にはちょっとした苦い思い出があってね。苦い思い出？失恋ですか？いやいや、そんなんじゃないよ。もう、びっくりしたな。あ、やっと笑顔になりましたね。え？だいぶ思い詰めた顔をしてたので。ああ、ありがとう。確かに少し楽になったよ。それで宮田電機と何があったんですか？実は俺は10年前の宮田社長とのことを京子さんに話した。そんなことがあったんですか？学歴差別なんてして何が楽しいんですかね。
まあそういう偏見がある人は少なからずいるからね。俺はまた宮田社長にいろいろと言われるかもしれないから、京子さんは適当に聞き流してね。多分私もいろいろと言われるでしょうね。私中卒なので。え、そうなの？はい、そうです。まあ私はやりたいことをやりたいようにやっていたので全然気にしてないんですがね。あ、そろそろ時間ですよ。山本さん行きましょう。え、うん。俺はびっくりしたが、もう商談の時間になってしまったので京子さんに詳しく聞く前に行かなければいけなくなってしまった。失礼します。社長室をノックして中に入る。ああ、よく来たな。ああ、今日はお嬢ちゃんも連れてきてんのか。まあ、座ってくれたまえ。そう言って宮田社長は俺たちをソファーに座らせた。あれから10年経っているので宮田社長もさすがに年を取っていた。それでも威圧感は相変わらずで、なんとなく苦手だなと思う雰囲気は未だにあった。今日はよろしくお願いします、宮田社長。俺は改めて名刺を渡した。10年ぶりだからさすがに覚えてはいないだろうと思ったからだ。だが社長は俺の名刺を見た瞬間にいぶかしげな顔をした。お前のこと覚えてるぞ。あれだ、高卒のやつだろ。お前まだ会社にいたのか。あれから10年くらい経ったのにまだクビになっていないのか。逆に無理やりお前が居座ってるのか。まさか社長が俺のことを覚えていたなんて。まあなんとか会社にいさせてもらっています。俺は社長を刺激しないようにできる限り下手に出た。すると宮田社長は相変わらず俺をバカにしたような態度を取った。今回は大事な取引なのに高卒の底辺野郎をよこしてくるなんて、お宅の会社は本当に人手不足なんだな。そして宮田社長はいきなりとんでもないことを言い出した。そんな頼りない会社なら契約の取引額を下げてもらおうかな。え、ちょっと待ってください。いきなりそんなことを言われても困ります。何を言ってるんだ。今回の電化製品の製造の依頼をわざわざお宅に頼んでやってるんだぞ。別にうちは他の会社に依頼したっていいんだぞ。だがうちとの契約がなしになったらお宅は大損害だろ。それは宮田電機は歴史が長いからこそ知名度も高く、業界内でも顔が広く、その分目をつけられてしまうと他の会社との取引にも影響が出ると噂を聞いたことがある。今回の商談のせいで、俺のせいで会社に迷惑をかけることはしたくない。どうか契約を取りやめることは勘弁してください。いや、ダメだね。どうしても契約を続けたいのなら取引額を半分にしろ。そんな無理ですよ。じゃあ取引はなかったことにしよう。早速お宅の社長に連絡をしようか。本当に勘弁してください。お願いします。そもそも高卒なんかをよこしてくるのがいけないんだ。宮田社長がそのように言った時、隣にいた京子さんが口を開いた。本当にどうしようもない人ですね、あなたは。いきなり京子さんがそんなことを言ったので俺はびっくりしてしまった。宮田社長も驚いたようで、目を見開いて彼女を見ていた。おい、なんだ貴様、今俺に言ったのか。ええ、そうですよ。学歴で人を差別して、しかも自分の立場を利用して無理難題を要求するなんて最低です。あなたみたいな人が上に立っているなんて部下の人たちがかわいそうですね。京子さんは遠慮なく宮田社長を非難した。案の定宮田社長は顔を真っ赤にして怒り出した。どうやらお宅の会社にはろくな人材がいないようだな。おい女、お前はどこの大学を出ていると言うんだ。東大にでも出てるのか。私は中卒ですよ。はあ、中卒？宮田社長は目を丸くしていた。そして数秒後にプッと吹き出して笑い始めた。はあはあはあ、こりゃ傑作だ。なんと中卒のやつに俺はそんなことを言われたのか。道理でおかしな言動をするわけだ。勉強ができないと言っていいことと悪いことの区別もつかないようだな、この身の程知らずの小娘が。俺はもう我慢の限界だった。いい大学に出ていることがそんなに偉いのか、それが俺たちをバカにしていい理由になるのか。拳を握りしめて立ち上がろうとしたその時、京子さんはふふふと笑った。
いきなり彼女が笑い出したので、宮田社長もいぶかしげな顔で京子さんを見ている。すると京子さんは宮田社長の目を見てこう言った。身の程知らずはあなたでは？はあ？何言ってんだあんた。もう結構です。あなた方と契約を続けたところで私たちにメリットはないでしょう。あとあなたがさっき言った言葉そのままお返ししますよ。いい大学を出ても言っていいことと悪いことの区別がつかないんですね。なんだと？貴様はふざけるな。絶対に貴様らの会社を潰してやるからな。覚悟しておけよ。そんな脅し文句に屈するほど私たちはやわじゃありませんよ。山本さん行きましょう。そう言って京子さんは俺を連れて社長室を出て行った。宮田電機を出ると京子さんはすぐに俺に謝ってきた。すいません、私取り乱してしまって。いや取り乱したというか、すごい短歌切ってたよね。だってあいつめちゃくちゃムカつくじゃないですか。そうだね。正直俺もめちゃくちゃムカついてたよ。ああやってズバッと言ってくれてありがとうね。俺がそう言うと京子さんはニコッと笑った。そして俺たちは会社へ戻り、二人で社長室へと行った。社長、実は。俺が今回のことを説明しようとすると、社長は分かってるよと言った。さっき宮田社長から連絡があった。だから取引はしなくていいと言ってやったよ。え？私にとって大事な社員をバカにされることほど腹が立つことはないからね。それに彼のやってることは恐喝と同じだ。そうだろ京子ちゃん。ええ、そうね、おじさん。おじさん？俺がそう聞くと、京子さんは実はと驚きの事実を言った。私は社長の姪っ子でして、そして私の父は〇〇という企業の社長なんです。え、〇〇って言ったら業界大手の企業じゃないか。はい、まあ宮田電機にとっては父の会社は重要取引先になってます。今回のことを私は父に報告して取引をやめるように伝えます。あの宮田社長はきっと今回のようなことをいろんな会社にしてるでしょうから。俺はまさかの展開に唖然としてしまった。それから京子さんの父親が調査をしたところ、宮田電機は同じような手口で取引額を下げさせて、それで多くの利益を得ていたらしい。だが京子さんの父親の会社から取引を切られてしまい、さらにはそのような恐喝行為が明るみになったことで、会社は大バッシングを浴び、株価は大暴落。さらには部下へのパワハラの内部告発までも明るみになり、会社は一気に転落して倒産してしまった。宮田社長は倒産による借金だけでなく、パワハラによる慰謝料も請求され、多額の借金を抱えることになってしまったそうだ。そして大企業の社長のご令嬢を怒らせてしまったことや年齢のこともあり、再就職もできずにいるようだ。噂では家を売っても借金が残っているらしく、家族からも見捨てられて一人寂しくバイトをしながら借金を返す日々を送っているんだとか。一方、宮田電機によって理不尽な取引を強いられていた企業は全て京子さんの父親の会社が正規の取引価格で契約を結んだそうだ。そのおかげでたくさんの会社が利益を生み出せるようになったらしい。そして京子さんが一体何者かについて、俺が全てが無事に終わった後に彼女に聞いてみた。なんと京子さんは見た目とは裏腹に25歳という年齢だった。彼女は中学生の時に海外に行きたいという思いが湧き起こったみたいで、それをご両親に相談したところ、お父さんの知り合いがアメリカにいたらしく、中学を卒業後に渡米して知り合いの元で生活をするようになったらしい。それから現地ですぐにアルバイトを始めて、他にはストリートライブをやったりしながらお金を稼ぎ、現地でできた友達とアメリカ横断の旅に出たりと、いろんな経験を積んだそうだ。すると気づけばあっという間に10年が経っていて、そろそろ帰国をしようと日本に帰ってきたらしい。そして日本で会社員として経験を積み、将来的には父親の会社を継ごうと思い、まずは叔父である俺たちの社長の会社に入社したそうだ。俺には想像もつかないような人生経験をしていてびっくりしてしまったが、彼女には何か人を引きつける魅力があったから、逆にそんなバックグラウンドがあることを聞き納得した。こうして平和を取り戻した俺たちはいつもの日常に戻った。学歴なんて関係ないことを再認識した俺は、これからも変わらずに目の前の仕事に一生懸命取り組む日々を送ろうと思う。
学歴差別なんてどうしてするんでしょうね。まあ宮田電機の社長はそれ以前に最低なクズでしたが、それにしても京子さんの生き方はかっこいいですね。そして主さんも自身が頑張って長年同じ会社に勤めてきたことは誇りに思っていいと思います。これからもご自身の信念を大事にしながら仕事に向き合ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。